女優、藤田智子、58、が16日、テレビ朝日系、徹子の部屋、月曜から金曜後1、0に出演。夫への愛情を語る場面があった。2005年にアコーディオン奏者、桑山哲也さん、51、と結婚している。結婚18年になり、藤田は、音楽に関しては、誰よりも頼りになる人間なので、などと打ち明けた。藤田が、ミュージカル、レミゼラブル、でデビューしてて、歌は大好きだったので、それをずっと続けていくのに、本当に素晴らしいパートナーです、とぞ。MC の黒柳徹子、90、が、7歳年下のご主人は亭主関白、と話を振ると、そうですね、彼は、亭主腕白、って言ってますけど、と藤田。自身の母が夫の言うことを聞くタイプだったようで、藤田も、ついつい、いろいろなことをやってしまうんですね。彼はそんな亭主関白になるつもりはなかったし、何でも自分でできる人なんですけど、私がそうさせてしまったっていう感じでもありますね、などと話していた。